はい、皆さんこんにちは。今週土曜日1月19日は第3土曜日トミカの日なので、1月発売のトミカをチェックしていきます。1台目はこれだね、シボレーコルベット ZR1 だね。通常版と初回版があるんだね。で、通常版の方はガンメタのタイプなのかな。で、初回特別仕様の方はオレンジのタイプになってます。で、ここで注目したいのはボディ形状の違いだね。通常版の方はルーフがついてあるクローズドタイプで、初回版の方はオープンタイプのスパイダーモデルだね。で、当然金型が違うっていう点もあるんだけど、アクションの部分がおそらく違うのかな。通常版の方はサスペンションと左右ドアの開閉だね。で、初回版の方はサスペンションはついてそうだけど、画像で見る限り左右ドアの開閉はちょっとこれなさそうだよね。確かスパイダーモデルで左右ドア開閉してるトミカっていうのも見たことがちょっとないかな。で、リアウィングの形状も違うので、通常版初回版それぞれ手に入れたいと思います。で、下の方を見ていって、これだね。で、次のモデルはココ一番やキッチンカーです。このモデルは通常ラインナップ品なので特に焦らなくてもいいかな。でも、こういう働く車系って1台は手に入れておきたいね。で、下の方行くと、これだね。トミカ 4D のホンダ NSX、ヌーベルブルーパールと、もう一つかな。NSX のカジノホワイトパールっていうのが今回ようやく発売になります。発売が延期されてて約2ヶ月半遅れぐらいでようやく発売だね。で、トミカ 4D はいろんなイベントで展示されてて、なかなか好評みたいだね。で、下行くと、これだね。トミカプレミアムのトヨタセリカ 2000GT4 が発売になります。このモデルは左右ドアの開閉とサスペンションのアクションがあるんだね。これも手に入れておきたいかな。で、個人的に次のこのモデルだね、日産フェアリー DZ が一番気になってるかな。このモデルはボディカラーも綺麗だけど、アクションの部分でエンジンフードとサスペンションのアクションがあるんだね。で、エンジンフードの開き方はこんな感じだね。こういうエンジンフードの開き方するトミカっていうのもあんまり今までなかったんじゃないかな。で、こんな感じだね。ボディカラーも綺麗だし、フロント周りの細かさもなかなかいいんじゃないかな。ホイールのデザインもかっこよさそうです。で、下の方行くと、トミカギフトからは手遊びたくさん工事現場セットだね。この中のこのリフマグ重機っていうのかな、これだね。リフマグ油圧ショベルだね。これがちょっと注目車種になるかな。こんな感じで木材を乗せたり下ろしたりするのもできるし、重機を乗せたりすることもできて、鉄骨を運んだりすることもできるんだね。ちょっと面白そうなセットだね。で、下の方を見ていくと、ここからはもう発売済みのモデルだね。トミカショップオリジナルのランボルギーニカウンタック LP400、 これは結構オンラインショップで人気だったね。でも実店舗では少し在庫があるようなことが SNS に出てるね。で、下の方行って、トイザラスオリジナルのトヨタ86レーシングシリーズの2台セットだね。これは予約段階では売り切れになってたけど、再入荷されてオンラインショップの方では現在販売中になってます。なかなかかっこいいモデルだよね。で、下の方行くと、イオンオリジナルのイオンバスマゼンタカラー仕様っていうのも発売されたね。これもおそらくお店ではもう売り切れになってるかな。ちょっと独特なカラーリングだね。で、下の方行くと、これだね。アピタピアゴオリジナルは日本国旗タイプ歌舞伎だね。これもお店の方では売り切れになってました。なかなか縁起の良さそうなデザインだったよね。で、最後がイトーヨーカドーオリジナルのネットスーパー配送車。これもお正月発売で結構早い段階で売り切れになってたね。で、1月はこれで以上かな。はい、今日は1月発売のトミカの方をチェックしてみました。やっぱり一番の注目車種はシボレーコルベット ZR1 だね。
通常版初回版両方手に入れておきたいモデルだね。でこのモデルはオンラインショップの予約段階ではもうほとんどが予約打ち切りになってるね。でも最近のフェラーリとかランボルギーニほどの人気にはならないかな。でも最近の初回特別仕様のモデルはやっぱり発売日に店頭で朝並ばないと買えないのかな。で個人的にもう一つ注目車種はこれだね、トミカプレミアムの日産フェアリディ Z です。このモデルは通常ラインナップ品だからそんなに焦って買うこともないんだろうけど、発売日に手に入れておきたいと思います。はい、こんな感じで1月発売のトミカはフェラーリとかのモデルではないのでお店でもそこまで混乱することもないかな。あ、よく見るとこの ZR1 はヘッドライトのところがこれクリアパーツなのかな。また購入してレビューしたいと思います。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。